アクトコーヒープランニングというですね、コーヒーに特化したコンサルティング会社の代表の坂本義晴と申します。私が一番コーヒーのキャリアの中で重要視してきた、一番重きを置いて活動してきたのは、バリスタチャンピオンシップと言われる、これ世界大会もある、世界チャンピオンを決める大会なんですけど、バリスタが規定のドリンクを出して審査員がそれを審査して各国のチャンピオンを決めて、で各国のチャンピオン同士が争う世界大会で、世界一を決めるっていう、コーヒーの業界では最も権威のある大会なんですね。このバリスタチャンピオンシップに、日本チャンピオンとか、あるいは日本チャンピオンが世界大会に出た時にそれを世界チャンピオンにするとか、そういったことを教育していく、指導していくってことをなりわいにしてきました。まず私が一番このマシンで注目してほしいところは、やっぱりダブルグラインドなんですね。で、通常全自動コーヒー抽出機に限らず、ほぼ全てのマシンは、グラインドの刃は一つしかついていません。コーヒーはこの豆の状態から粉の状態にしていくときに、いかに均一に引くか、ここが非常に大きなポイントです。そういう意味で、いわゆるこのマシンの研究している段階で均一に引き切るってことがとても難しかった。そもそもこのコーヒーはグラインド専用マシンじゃないので、刃のスペースに大きくこうポジションを取るわけにいかなかったんですね。そうなるとどうしてもきれいに引けない。そこでダブルグラインドっていう方法を使ってるわけですね。このマシンはダブルグラインド、つまり1回目ので荒く引いて、2回目ので正確にメッシュを整えるってことをすることによって、かなりコーヒーの粒度、メッシュは均一に整えるようになってるんですよ。なのでこのダブルグラインドっていうのは本当にコーヒーのクオリティを整える上でもう最も大事な核なんじゃないかって私が思ってるぐらいなんですね。このマシンの一つだから、チャフを飛ばすっていう機能があります。これ何かっていうとですね、コーヒーの中にはいわゆるこのチャフって言われるカスが出てくるので、それをここに除去するっていう機能ですね。で、これはチャフっていうのはそもそもコーヒーの豆じゃないので、余計な味が出てしまいます、これ抽出すると。なのでこの余計な味を少しでも出さないようにしようっていう機能、それとチャフを飛ばす空気というか風の圧力を変えることができるんですね。で、強く飛ばせばほとんどのチャフをきれいに除去できますし、もし弱めにすると、大きいものだけを飛ばすってことができるんです。強く飛ばすと細かい粉も飛ばすことができるので、細かく引きすぎた粉、これも除去することができる。つまり粒度を整えるのにも大きく一役買って、このチャフエアっていうのは存在しているんですね。なのでダブルグラインドで粒度が均一に整ったんだけど、そこにはチャフっていう余計なものが残ってる。これも飛ばして本当に均一の粒度のものだけをこの抽出ユニットに送り込もうっていうことにはもう徹底してこだわってるんですよ。実は抽出される前の段階が非常に精度が高いってことが一番のポイントなんですね。One of them works for him and he entered her just so there is enough to have the competition.So、ダブルグラインドしてチャフエアで飛ばして均一の粒度のものだけを残して、やっぱ異物は一切残さないというこの構造は抽出においては大きなメリットですし、同じようなマシンは他に一切ないので、ここはやっぱり重要なポイントとして押さえてもらいたいですね。結構綺麗に入る、